短距離スターステークスを迎えます。メインレースです。芝の 1200m 16頭立てです。解説はアケバウッド長岡俊之さんです。長岡さん、はい、まあ、あのエイシンブルザイがね、うん、1200m 勝ち区間ないですが、そろそろというところですね。今日予想で、ね、展開もね、結局行くんじゃないかなと感じがしますね。はい、まあ、花はおそらく頑張るぐらいで、でも、ね、ラインスピードが一番も気に入りますからね。そうなんですよ、ちょっとね、花争いもちょっと見ものかなという感じがしますね、はい。それとやっぱりこううちの先行有利という流れではないですもんね。そういう馬場ではなくなってますね、外からもね、結構伸びてきますし、まあ、はい、あまりうち外はね関係ないかなという感じがしますね、はい。昨日あたりからも差し馬も十分に届く馬場になっています。勢いをつけて16番誠なわらたら入ってゲート入り完了です。スタートしましたと、8番の成田スーパーワン後方になりました。さあどっちが行くでしょうか。内からラインスピリット、外からアンバルブライベン、どちら。ラインスピリット、アンバルブライベン、この2頭譲りません。しかしアンバルブライベンの方が前へ行きました。3番手にエイシンブルザイです。内に4番のアイラブリリー、昨年の覇者です。それから2番のサクラードに、外からはスーッと二左衛門が上がっていきました。これから1馬身差があって、赤い帽子のレオンビシティ、その外側からはフレデフォードです。それからピンクの帽子のマコトナワラタ、間にはサドンストーム差し馬、内から5番のリアルビーナスがついて、外には成田スーパーワン、内には忍者、その外側足毛の馬体クリーンエコロジー、そして後方にはダノンプログラマー、そして7番の京安マグナム最高峰です。4コーナーの手前に入りました。13番のアンバルブライベンが先頭で400を迎える46秒台で通過。外からもうエイシンブルザイが並んできました。その外側からは二左衛門が差を詰めて、内を通ろうというのはラインスイートはもういっぱい加減か。さらに外が誠なわらたらがやってくるか。残り200を通過した。エイシンブルザイゴールで先頭に出す。アンバルブライベンがしぶとく粘るか。外がアイラブリード、そして誠なわらたらがやってくるか。14番のエイシンブルザイ、一馬身リード、今1着でゴールイン。エイシンブルザイです。 1200m で勝ち鞍を上げました。エイシンブルザイ重賞2着は毎日杯でしたが、この 1200m オープン特別淀短距離ステークスを制しました。ついに 1200m オープン勝ち、エイシンブルズアイ、鞍上福永雄一完勝でした。勝ち時計は1分8秒後、上がりサンハロン33秒6です。まあ、本当にこう安定感抜群のレースぶりでしたね、長岡さん。福永騎手もね、まあ 前走がね、外外回らせて負けてるのでね、今日はやっぱり位置を取りに行きましたね、しっかり2番手にはまって、逃げるアンバルブライベンを1番過ぎにかわしたという、はい、まあ、いわゆる横綱相撲ですね、でもね、はい、アンバルブライベンもこの金量でしたが、よく残りましたね。50で、展開で57がね、どうかと思ったんですけどね、はい、やっぱり生き切るとね、まあ、このまま粘り強いですね、最後はね、誠もサドンストもよく伸びてはきて